リンゴルフの視聴者の皆さん、こんにちは。お花です。三重県です。初三重県ですか。はい、僕初三重県です。まあ、ゴルフ場は四日市の里ゴルフクラブに来てまして、うん、ゲームを用意してます。25個マスがありまして、15マス60ポイント以上で、はい、これがいただけるということで、はい、天岐阜を3000円分プレゼント、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お花ちゃん。はい、ただですね、16番ホール、はい、上がり3ホール今日はなんか順調に来てます。あ、本当に。はい、ちょっとここ16番ホールは右にバンカーもあり、奥に行くとクリークもあってトリッキーなコースになっているので慎重にその都度狙っていきたいと思います。そうだね。これあれ？ドライバー？多分飛距離的にドライバーで私は大丈夫です。クリークまではどのくらい余裕ある？なんかほら前の組の方がこう傾斜になってて結構転がりやすいって言ってた、うん、でもクリークまで175とかはあるんで、私ドライバー150とかしか飛ばないから。ああ、じゃあ大丈夫だね。ちょうどあの黄色い旗狙っていく感じで、うん、そうですね、全然余裕なのでドライバーで攻めたいと思います。黄色い旗狙い。あ、ちょっとバンカー行っちゃったかも。出た。あ、バンカー出ましたね。バンカー上にちょこんとギリギリでもめちゃくちゃ足場悪そう。大丈夫ですかね。うん、ま、行ってみましょう。入ってないからいいんじゃん。いや、私絶対普段だったらあんな狙えないです、あっちまで、うん、ちょっとクリークがあって作戦もう取ってます。タイムした結果、うん、頑張ってみると。そう、普段なら多分フェアウェイに刻むんですけど、うんうん、ちょっとチャレンジで直接、うん、じゃあ調子いいからね、グリーンを狙ってみたいと思います。お、お、超えた。あ、やった。超えた、超えた。超えました。おー、カートコロコロまでついちゃって、イエーイ、よかったです。危なかったね。危なかったけど思ったよりあれだったね。一応当たったけどそう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 、食われたね結構ラフ、うん、ちょっと深かったです ね、ラフ。足場も悪いし、うん、でもいや、でも超えたんでよかったです。ちょっと今度からチャレンジ精神旺盛でいきたいと思います。よしよし、やった残り74ヤードアプローチで来ます。うん、乗ったか、乗ったかな、乗ったか、乗ったかな。ちょっとでも端の方かも、うん、ナイスです。やったー、乗ってました、うん、ただまたロングパット。でもパーパットでしょ。これパーパットですね、うん、そしてちょっとまたグリーンが難しいかな、うん、うねうねして、ポテトチップスですね。登って下がって上がって。東海の方ってポテチって言うんですか。ポテチって言いますよ。あ、え、マックってどっちなの。マックです。あ、マクドじゃないの。マクドじゃないです、うん、今更今うん、ああ、ちょっと行っちゃったか。だいぶこれは勝負ですよ。これは勝負です。あ、惜しい。です。はい、ありがとうございます。パターがちょっとあれですね、最初に比べて入んなくなってきちゃいました、うん、今の惜しかったけどね、読みは良かったけど、もう ね最初ちょっと流れすぎましたね、あの、うんうん、下に。ポテチで思い出したんだけど、うん、今日お昼にゴルフ場の、はい、お花ちゃん何食べた。私はカツオ漁師丼みたいな、あ、食べました、和風の。そう、僕あれです、なんか四日市といえばトンテキ、うん、そう、トンテキ有名ですね。トンテキ食べてましたよね。どうでした。いや、美味しかったです。普通に熱くて、うん、そう、なんか事前にちょっと調べたんですよ。せっかく三重に行くんだったら、はい、あの、何か三重のもの食べたいなと思って調べたら、最初トンテキって出てきてて、うん、で、これはあのゴルフ場の方に聞いたんですけど、はい、その発祥の元が四日市コンビナートの、うん、あの
同労者の方向けに何かこう性のつくものをって言って生まれたらしくて、うん、あそれでニンニクがたっぷり、あそうニンニク、そうニンニクめっちゃたっぷりでしたよね。でもなんかニンニク、うん、ニンニクっぽくなかったです、剥いてるのかな、なんかうまくアクかなんか抜いてるかわかんないけど、あそんな臭く柔らかくて、そうそうそう全然なんか、はい、そう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 、やっぱりなんかニンニクがもろ乗ってるんで、トンテキって、そうだよね、女子は多分あんま食べないですよ、まあね、確かに、いいですよね、その土地土地のもの食べれると、そう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 、全国回ってるそうなので、そうそうそう全国回る、はい、いろんな名物、パー3来ましたね、パー3っす、パー3、17番ホール、ここは右のバンカーと、多分大丈夫だと思うけど、左に池もあって、まあ、とりあえずまっすぐど真ん中を攻めたいと思います、はい、あ、めっちゃまっすぐ行った、うん、惜しい惜しい、でもいい感じで良かったです。来るときあれだった、長島スパランド、はい、あの辺さすごい海がさ、うん、あの橋と海の高さが結構あんまなくて、うん、海抜っていうのか、そうですね、すごいこう水平線みたいな感じで見えて、そう湾岸走っててもめちゃめちゃ綺麗だった、気分がいいです、運転してても、うん、気分がいい、ドライブするにも最適、そうっていうかね、この三重がすごいなんかこう、うん、平らでこう山に囲まれてる感じなのかな、なんか高速で見てたら、そうですね、そう思います。なんかゴルフ場も三重はわりかし平坦なゴルフ場が多くて、プレーしやすい、女の子にも優しかったりとか、まあ、ちょっとトリッキーなところとかもあるんですけど、岐阜とかだと山なんでアップダウンが激しくて、ちょっとそういうイメージある、そう回りにくかったりとかもしますね。確かに愛知県内もわりかしフラットなのかな、うん、あ、ちょっと強かったか、ちょっと失敗しちゃった、なんかめっちゃ転がるなんでさっきまでそんなに転がらなかったのに、うーん、いいですね、どまい、時計です、はい、ありがとうございます、1,2,3,4,5 5だからダボしょうがないちょっとね、アプローチミスっちゃったどんまいですね、でもさ、9ホールやって今のぐらいじゃない、なんかちょっと噛み合わなかったら、確かに、うん、ちょっとうまくいかなかったなって感じでした、そうそう、だから全然、ね、まあ、最後終わりよければ、はい、最終ホール全てよし、頑張ります、いきましょう、はい、じゃあ最終ホールなんですけど、はい、インスタで質問募集させていただいて、はい、うん、その中からいくつか答えていこうと思います、はい、好きなクラブは何ですかっていただいたので、あ、なるほど、あ、じゃあクラブ紹介のあれがあるんで、うん、まあ、それ兼ねて、じゃあ好きなクラブを1本ちょっと、はい、クラブ紹介から私の好きなクラブは、王道なのか分かんないですけど、ドライバーが一番好きです、ヤマハのインプレス、ね、はい、ヤマハインプレス UD2、 なんで好きなの、やっぱ全体的にまだそんな飛距離が出ないので、ドライバーだけ気持ちよく飛ばせるから、ドライバーが、確かに結構思い切りよく振ってるもんね、はい、今日も結構ドライバーはいいショットが良かったと思うので、それでお気に入りです、なるほどね、はい、他のクラブも全部ヤマハのインプレスで揃えてます。パターはピンか、これは完全にパケ買いというか、見た目の可愛さだけでこれにしましたなるほどね、そういう選び方があるんだ、はい、ほうほうほう、でもこれで、まあ、でもいいパターだけどね、普通多分、うんうん、そう、別に嫌なところはないので、お気に入りでずっと使ってます。ちょっとゴルフ関係ないんですけど、私が個人的に好きなので、うん、美の秘訣はっていう質問が来たんですけど、うん、結構美容とか好きで、うん、美容クリニックとかにも通ったりしてるので、うん、それで定期的にゴルフやってるんですけど、結構肌も白く保ててるのかなと確かに思います、うんうんうん、なんか美容点滴、美白点滴、ビタミン C とかいろいろ打ったりとか、あとお肌の手入れしてもらったりとか、うん、やっぱ体型も気になるのでエステ通ったりいろいろしてます。ジムとかは行ってるの？ジムは
ジムに入会してるんですけど、結構大きなジムで、今水泳メインでやってます。泳いでます。はい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 。ダイエットしたくて、まあ、いいよね。あの歩くよりも効率いいもんね。はい、すごい痩せます。一気に痩せました、水泳始めて。前はあのジムでトレーニングとか筋トレとか、あのヒップアップとかもしてました。ゴルフを始めたきっかけは何ですか？あ、確かに聞いてなかった。はいはい、っていただいたので、ゴルフの始めたきっかけは、私ずっと名古屋の錦っていう繁華街で夜の仕事、まあ、若い時はキャバクラ、今はクラブなんですけど働いてて、うんうんうん、お客さんにやっぱ誘われたのがきっかけで始めました。はい、なんで最初は全然興味ない状態で始めたんで、うん、誘われたからしょうがなく行くみたいな。あ、え、その時やってないじゃん。はい、誘われるじゃん。はい、まあ、お客様で多分よくしてくれる、うんうん、優しいお客さんだったから、まあ、行こうと思ったけど、うん、ぶっちゃけその時ってどんな気持ちだったんですか？だってやったことないんだよ。やったことないです。まあ、それでレッスンとか最初ちょっとだけ通って、うんうん、打てるぐらいになって出たんですけど、なんか丸一日もゴルフで持ってかれるのもったいない。できればあんまり行きたくないなっていうのが。そうだよね。はい、ハマるまでの心境です。そうだよね。遅くまでね、あの飲んだり、そう、お仕事して接客されてからの朝ゴルフだもんね。そうです。もう朝起きるのも嫌だったし、そうだよね、大変だなって感じだったんですけど、ゴルフハマってからはもう自ら予定があればどんどん参加するし、うん、積極的に今頑張ってます。名古屋の錦？錦っていうところが、わかる。あのエンリケさんもいたところ。あ、そうです。そう、有名人ですね。そう、名古屋から出た有名人。エンリケさんもゴルフをやるから、うんうんうん、そう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 、コンペとかやられてましたもんね。そうそう、すごいコンペを。そう、なんで今もまだクラブは続けてるので、お客様とも一緒に回ったりとか、それだけじゃなくて全然女の子の友達とかとも回るし、楽しくゴルフさせてもらってます。え、じゃあ最初さ、まあ、ほぼ強制的に、まあ、強制というかお付き合いで始めて、うん、好きになったのってどのくらい？ここ1、2年でゴルフにすごいハマって、うん、そのきっかけはそのインスタゴルフ女子ですね。あ、インスタゴルフ女子を見て、ね、こんな可愛い子でもうまくゴルフできる子がいるんだっていう衝撃を受けて頑張り始めました。なるほど。それまで私下手くそで、まあ、女の子だから下手くそでもいいやって思ってたんですけど、ちょっと負けず嫌いなのか、そこから頑張りました。うーん、あー、分かりました。じゃあ、まあ、きっかけはお仕事のお客様で楽しくなってきたのは、うん、はい、インスタのゴルフ女子のみんなを知ってっていう。そうですね、女の子たちのいい影響で。了解です。ありがたいですね、いろいろ質問してくれて。そうですね、よかったです。うん、ありがとうございます。18番ホール405ヤードパー5、右にバンカーが多めなのかな。うん、グリーン周りもバンカーがあるので、それに気をつけて行ってみたいと思います。うん、はい、うん、ナイスショット。あ、跳ねた。飛んだね。今日コロコロするね。3回目、結構かさみていきますね。このコロコロはラッキーショット。うん。夜遅くまで働いて、はい、夜遅くまで働いて、朝起きてゴルフ来て、ね、また仕事とかも全然大変、パワフルな日常を、パワフル過ごしてます。うまい。今日1じゃないですかね。いいね、ユーティリティの。ここパワー5だよ。あ、確かに。いいよ、これかなりチャンスだよ。確かに確かに。山ちゃんもキャバクラとかそういう夜クラブとか行ったりするんですか？結構あれですね、突っ込んできますね。ちょっと気になります。僕は昔行ってました。はい、あのハマってました、正確に言うと。ハマったんですか？恋してました。キャバクラ？うん、キャバクラの子に。あ、危ないですね。結構あれですか。でもすごい若い時で、うん、そういいですね。そうやってハマらせてくれる女の子がいるっていうのも素敵。なんかみんな優しかったんですよ。ボーイさんとか。あ、お店の雰囲気良かった。ヘルプについてくれる子とかも優しくて、うんうんうん、初めてなんか地元を出たんですね。うん、で仕事終わって一人で、うんうん、まあ、ちょっと寂しいじゃないですか、うん、そのご飯食べるの、はい、それで僕お酒弱いんで、うん、あのもう飲まないで、お酒飲まないで、うん、ペチャクチャ喋って、うん、終わって夜、うん、吉野家の牛丼とか食べて寝るっていう。終わってから食べるんですか？そうそう、遊んでもらったっていう感じです。うん、お店全体に。
まあいいですね、はい、そうですね、そうそうそう、そこまでなんかあのやばいやつではないです105ぐらいなので9番でいきます。ちょっとバンカーがめっちゃ怖いです。バンカーに入れたくない。いい感じかもしれない。うまいね。乗った。あでもちょっと飛ばれちゃった。逆に惜しかったね。でも全然いいじゃん。はい、いいです、よかった。うまいね。乗ったらパーオンだった。ね、思った、あのパーオンね、神の、うん、惜しかった。すごいよ。惜しかった、惜しかった。ちょっと惜しくカラーの方に来ちゃいましたけど。うわ、これ次4打目なんで頑張ります。寄せたい。手堅くパターで。あーちょっとこれはダメだ。なんか思ったのと違う方向行ったな。うん、傾斜結構かかってるね。行くと思ってた。あーそうなんだよね。最後入れちゃった。最後、はいはい、最後ボギーでーす、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。パート痛かったね。パート痛かった今のは。パート痛かったね。ちょっとミスったな。まあ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 、ということで、はい、まるちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のスコアはハーフで50ぴったりでした。惜しかった。なんとも言えないスコアで、うん、でもね、全然ナイスプレーです、はい、最初の3ホールすごい良かったんですけどね、うんうんうん、途中がちょっとダボとかが増えちゃって、うんうん、50という結果で終わりました。はい、でリンゴルフさんのミッションゲームは、クリアした数が17個、うん、で1個4ポイントということで合計68ポイントでした。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで天岐阜ゲットでございます、はい、ゲットしました。ありがとうございます。買っていただきます。はい、ありがとうございます。これ歴代1位タイ。あ、そうなんです。68ポイントは、はい、はい、3人いるのかな、あのお花ちゃん入れて、はい、あ、68、それ気楽な人が3人いるんだ。そう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 、最初はやっぱ緊張して手とかも本当震えてたんですけど、途中から撮影自体も楽しくなってきて、こうやっておしゃべりしてるのも楽しくて、まあ、だからスコアもまあまあ良くて順調に回れたんじゃないかなと思います。あ、僕とおしゃべりしてて楽しくて、うん、スコアも良くなった。まあじゃあそういうことに山ちゃんのおかげということでいや違いますね、私昨日めっちゃ練習したんで、はい、頑張りましたスコアに関しては。みんなさ、そうやってさ、なかなかこう僕を優勝してくれないんだよねまあいいや、まあ、でもすごい優しい方で良かったです。楽しく撮影していただいてありがとうございました。はい、はい、言わせたくありますがじゃあまあそんな感じで、うん、あの毎週金土日あのゴルフ女子の皆さんの特集の動画を上げてきますんで、はいはい、今回はお花ちゃんということで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひいいねとかコメントとか、まあ、あとインスタのフォローとかも、はい、あ、フォローお願いします。お花ゴルフでやってます。コメントとかもしね、なんか見たよとかね、うん、あ、そうですね、それいただけると嬉しいです。ちゃんと DM を見てるのでよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。